おすすめの店はどこですかってフィリピン人された方が結構おすすめ、聞かれるんですけれども、いろいろありますよね、エドサンコンプレックスとか、まあ、有名な場所っていうのはいっぱいあります、マラテとかですね、マカティもそうですし、ちょっと離れる、マニラから離れればアンヘレスもそうですし、まあ、セブ、ビサヤ地方だとセブとかですね、まあ、ダバオにはあります、まあ、大体どの場所にもありますし、もっと言えばですね、フィリピンだけじゃなく、東南アジア、あちこちにあるのがゴーゴーバーなんですけども、まあ、日本であんまり馴染みがなかったり、そうですけども、女性がこう踊ってたりするところですよね、ステージの前で、それでこう一緒に飲んだりとかですね、まあ、バーファインというお金を払えばお持ち帰りできてしまうというようなところなんですけども、ただですね、まあ、おすすめのお店は個別で LINE で聞いていただくとして、昏睡強盗とかですね、あと、まあ、ぼったくりの店もあるんですよね、まあ、エドコンでもあるっていうのを聞いてます。なので、その辺気をつけて、初めていきなり1人で行くのはおすすめできないです。キャバクラで遊びたいという人がいますね。フィリピンのですね、これ。